はい、皆さんこんにちは、また商品紹介を預からせていただきますワイズロード新宿カスタム店の石澤です。もうね、今回からケントさんいなくなっちゃったので、もう好き勝手商品紹介やらせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ペンってケントさん、どうもこんにちは。失礼いたしました。はい、ということで、まあ僕が登場したところで喋ることは何もないんですが、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕はもうこれでフェードアウトしますので、どうもあとはよろしくお願いします。あれで今日のテーマは何でしょうか。タイヤでございます。お、来ました。はい、今日のテーマはですね、一応一瞬僕出ますね。はい、すいません。まずタイヤの種類っていうのは大きく分けて3種類あるじゃないですか。はい、グリンチャー、はい、でこちらチューブラ、そしてチューブレスということで、3つ種類あるわけなんですが、まあ今メインというか、はい、多いのはこういう感じなんですね。基本的にチューブラも多いと思う、あるはあると思うんだけど、まあこんな感じです。こんな感じですか。あ、なるほど。圧倒的にまあクリンチャー多いけど、多数派なんですけど、まあ今回はそのとはいえチューブレス試してみたいとか、まあ改めてクリンチャーっていいの悪いのみたいな、チューブラーってどうなのみたいな説明をですね、石屋さんに渡していただこうかなと思います。はい、はい、ということで、あとはよろしくお願いします。改めてでは改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。今ちょうどロードバイク用のタイヤの時代が変わりつつあります。で、今はもうほぼメインクリンチャータイヤというのが皆さんお使いの主流なんじゃないかと思うんですけども、実はね、クリンチャータイヤってチューブラより後に発明されたものなんですよ。まあ、それまではこう、このチューブラータイヤが使われてきたんですけども、ここにまあいます、ビバンダム君、まあ、ミシュランマンとか呼ばれますけども、はい、ミシュランがクリンチャータイヤを発明して、それが大幅に普及しまくった結果、今のメインの流れがクリンチャーになります。じゃあクリンチャーの生みの親がビバンタム君じゃない、ミシュラン、ミシュラン、ミシュランマン、はい、なわけですけども、すげえ、そうなんですね。ここに来てロードチューブレスというのが再び、流れが生まれつつあります。はい、で、まあ、そんな時代の移り変わりの中で、まあ、3種類のタイヤがどんな特徴を持っているのっていうのを今回ご紹介していきたいと思います。じゃあどれからご紹介していきましょうか、ね、時代順に行きましょう。はい、時代順でこうこうこうです、ね。はい、そうですね。で、ロードバイクのタイヤとして、まあ、割と古い歴史を持っているのがチューブラーかなっていうところなんですけども、チューブラーってチューブ状のティーンのタイヤなんですけども、見ての通り単独で空気を保持する仕組みが成立してます。うん、で、よく皆さん言われるんですけども、チューブのないタイヤとおっしゃって、チューブラータイヤのことをお探しのお客様結構多いんですけども、ちゃんと中に大体チューブは入ってます。うん、で、タイヤの中にチューブが初めから縫い込まれて、中に入ってる状態で売られてるんですね。で、そうなんですね。はい、なので、円筒形の断面になっています。これを、チューブラーのリム専用のリムの形の、まあ単純にリムのタイヤのくっつく部分が台になっていて、そこにチューブラータイヤがポンと乗っかる。で、当然乗っかっただけだと走ってる時にポロンと落ちちゃうので、剥がれないように接着しちゃう。まあ最近だと両面テープで貼っちゃう方法が多くなってるんですけども、まあ、そういう形で貼り付けるよっていうのがこのチューブラータイヤの構造です。なるほど。で、何がいいのか、初めから縫い込まれているこの状態で、タイヤが空気を保持する構造が完成しているので、気圧を上げてもリムに悪影響を及ぼしにくいっていうのが特徴です。高い気圧で乗った方が基本的には転がり抵抗が軽くなるじゃんという理屈なので、まず高圧で乗るのに向いている。そしてですね、しなやかにできるっていうのが、さっき言ったように空気圧を上げていくと他のタイヤシステムは基本的にリムに影響を及ぼすんですよ。で、リムに影響を及ぼすということはリムに引っかかっているタイヤも一緒に影響を受けます。あまりにも気圧が高いとポーンと取れちゃう、まあ、なしはリムをぶっ壊して破裂しちゃう。で、そういうことを心配しなくていい構造になっている。で、タイヤが勝手に吹っ飛ばない作りになっているということは側面をかなりしなやかな作りにできる。でね、このタイヤなんか特にそうなんですけど、はいはい、もう可能な限り横をしなやかにするように作ってるので、うん、ちょっとケントさん、これ横をね、もちもち触っていただくと持ち肌なんです。持ち肌っすね。はい、めちゃめちゃもちもちしてる。はい、
まあ当然作り方と目指す方向によっていろんなものを作ることができるんですけど、うん、そういう気になったらものすごい欲がしなやかなタイヤも作ることができるよ、うん、っていうことが乗り心地の良さにもつながっている。あとは高いチューブラータイヤって大体中にラテックスチューブっていう材料のチューブが入ってるんですね、非常にしなやかで転がりが軽いっていう特徴を持ってるんですけども、反面空気の抜けがすんごい速い。なるほど、はい。ただもうそういうちょっと取り扱いが繊細なチューブも初めからもう工場でタイヤの中に縫い込んで出荷できるので、うんうんうん、まあ、他のシステムほどラテックスチューブなんかの繊細なチューブを使った時の悪影響を抑えられるっていうメリットもあります。 なので上位グレードにはラテックスがよく採用されている。なるほど。あとはね、他のタイヤシステムと違って引っ掛けてるわけじゃなくてリムにタイヤが乗っかってる、うん、ということはリムの引っ掛ける部分を作らなくていい、うん、ということはシンプルで軽いリムが選べるよ。なるほど、はい、だからホイールでチューブラ専用ホイールっていうのは軽いんですね。そうです、うん、同じ例えばカーボンホイールでもカーボンチューブラとカーボンクリンチャーだと 100g 以上重量が変わっちゃうことがあります、アタックをかけるときに反応性をなるべく重視したいっていうときにこの軽さの差は当然外周部はそれだけ重さが違うってことなので非常に大きく響きます。なのでシステムとしては割と古い歴史持ってるんですけども、相変わらずプロがこれを愛用するには一定の理由がある。多分ゴールスプリントで勝てるホイールっていうのが欲しいときに同じ硬さのホイールでも圧倒的に軽く作れるっていうのがその理由なんじゃないかと思いますね。要するに相手を出し抜くレスポンスの軽さを手に入れることができるよ。なるほど、っていうことです。とはいえ、とはいえデメリットもあります、はい、非常にパンク修理がめんどくさい当然、はい、工場で縫い合わせて出荷しているので中のチューブにアクセスするのが半端じゃなく難しい、うん、で昔のチューブラーユーザーの方々っていうのはみんな糸と針を持っててほどいてパンクしたチューブを取り替えたりパッチを当てたりして、まあ、パッチを当てるっていうやり方なんでしょうけども、また縫い直すってことをやってたんですけども、そうなんだ、で先でそんなことをやりたいって言われるとやりたくないっす、ですよね。こうやって、はい、こうやって解くんですか、はい、ここを。そうです、そうです。でまあ、そこが縫い目が大体のこのふんどしの影に隠れてるんですけど、はいはい、まあ、どこに縫い目があるかはメーカーによって違ってますけども、それを手作業で直したりしなきゃいけない。でそうじゃなかったら、タイヤごと新しく出先で張り替えちゃう、うん、そうすると当然出先にスペアタイヤを持って走らなければいけない、うん、ないしは、中にパンク充填剤を流し込んで対処しちゃうという方法もありますけども、まあ、いずれにしても手軽にパンク修理をできるというものではなかった。でさらにタイヤ自体はちょっとお値段が高いものがほとんどなので万が一パンクさせちゃうと出費が痛いです。そうですよね、はい、これちなみに金額を言うと、はい、1段定価で15,000円、当店の販売価格でも13,500円ですが、これ1本の値段です、前回のマティックのチューブレスタイヤのご紹介で、はい、いいタイヤがチューブレス1本7,500円、ペアで15,000円だよっていう話をしてましたけども、その2本分に匹敵する価格、タイヤだけで30,000円かかっちゃうと、はい、前後買えると。もうなんか外怖くて走れないですこれ人によってはちょっとそんなんで外を走りたくないよっていう方もいらっしゃると思います、うん、でその後登場したのが、2番目にご紹介するクリンチャー来ました、ね、クリンチャーとか WO とかやってますけど、まあ、今ではほぼ同じものを指します。でこれは何が違っているのか、まあ、違っているのかというか皆さんこれを標準だと思ってらっしゃるので多分あんまりご説明する必要ないと思うんですけども、タイヤ自体は、内側が開いてます。内側が開いてる部分をリムに引っ掛けます。でリムに対してタイヤが内側で引っかかって固定された状態で、圧力にまず耐える外側の部分ができる。で中にチューブを入れることによってそのチューブが空気を保持するという作りになっています。でこの作りにすることによって飛躍的にタイヤ交換が楽ちんちんになったよっていうのがまず大きなメリット、はい、でパンクした時に中のチューブだけ変わることで簡単に交換ができます。そうですね。あともう一つのメリットは実はこっちの方がタイヤの精度が上がるっていうメリットがあります。チューブラーって結構ね工場の品質管理の次第で結構表面ポコポコポコタイヤのトレッド面の位置がずれちゃうことがあるんですけども、それよりはこっちの方がきちんと真ん中にトレッド要するに設置する部分のゴムを乗っけることができるんですよ。こっちの方が精度を上げやすい作りが選べるよ
っていうメリットがあります、うんうん、で昔はね正直チューブラーに比べて性能が劣ってたんですけども、はい、作る技術がどん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 進歩してきたことによってまず性能面ではほとんど差がなくなってきた、うん、で転がり抵抗だけ測ると実はチューブラーよりもこっちの方が転がり抵抗は軽い時があるなんてこともあったりして、まあ便利さっていうのが非常に先行して今ではもうすっかりクリンチャーが主流になっています。そうですね、クリンチャーとか WO、まあ、クリンチャー略して CL っていう記号で表記しているメーカーもありますけども、はい、そのホイールに装着できるタイプです。チューブラは TU という略語で呼ばれたりしますね。で長らくロードバイクのタイヤはこのチューブラーとクリンチャーが、まあ、基本的には血栓用のチューブラー、うんうん、あと普段使いをメインにしたクリンチャーという道で進んできました。でね、自転車はともかく一旦置いといて、乗り物全般考えます、はい、まあ鉄道みたいな、まあ、鉄の車輪が鉄のレールに設置しているものは別として、うん、大体の乗り物ってタイヤ使ってますよね。そうですね、車にしろ、はい、バイクにしろ、はいね、はい、でそいつらと自転車とで実は大きな違いがあって、他の乗り物なんてとっくにチューブなんか使わなくなってるんですよ、うん、でチューブを入れているっていうのが今は長らく自転車だけだったんですけども、これも8年か9年ぐらい前かと、あるメーカーが大きな流れを自転車に持ち込みました。それがチューブレスです。聞きましたね、はい、待ってました、はい、でパッと見クリンチャーとチューブレスタイヤはそっくりです。そうですね、はい、見た目感じはね、はい、同じような感じですよね。そうですね、はい、でホイールだけ見てもそんなに違いはわからない、うんうん、ただ一番大きな違いはクリンチャーは中にチューブを入れてその部分が空気圧を保持する役割をしてきました、まあ、力自体はタイヤが受け止めてます、リムが受け止めてますけども、うん、空気自体が漏れないようにするのは中のチューブの役割でした、はい、でチューブレス、まあ、コードレス、はい、ワイヤレス、はい、キャッシュレス、キャッシュレス、コードがないよ、はい、ワイヤーがないよ、キャッシュ、現金をなくして使うよっていうのと同じようにチューブレスというのはチューブがないよっていう意味です、はい、でそのチューブレスという名前の通りタイヤの中にチューブを入れないんですよ、はい、じゃあどうやって空気を保持するの、抜けないようにするのっていうと、タイヤとリムがかっちり噛み合って隙間をなくします、はい、でリムの方はリムの方で空気が漏れないような密閉された構造にします、うん、そういう作り方にすることによってまず空気が漏れないようにする、はい、で今までチューブにあったバルブの役割は当然別に持たせなければいけないので、うん、それはリムに別個に取り付けます、はい、そうすることによってタイヤとリム自体が空気を保持するという構造にしちゃいました、うん、でなんでそんなことするの、うん、まあ、分かりやすく言うとパンクするときってタイヤが外側から傷の原因になるようなものが刺さります。それがチューブ側に貫通することによって穴が開いちゃうんですけども、タイヤそのものよりもチューブの方が繊細で弱いんです、うん、で空気が抜けるような穴が開いちゃうとチューブってだいたいそこから結構大きく裂けちゃうことがあるんです、はい、でチューブレスはタイヤそのものが空気を保持しているので穴が広がりにくい、うん、まずパンクに少し強くなる、うん、でプラスよくいろんなパンクの仕方しちゃいます。で、自転車屋さんにパンク修理で持ってきたときに、ああこれリム打ちパンクだねって言われたことありませんか？はい、ありますよね、はい、リム打ちパンクっていうのは何が起きるかっていうと、うん、さっき言った、まあ、ちょっとこれは模式図なんでちょっとチューブレスの手元や適当なホイールで代用しますけども、うん、気圧が低いときにですね潰れちゃうんですよ、はい、潰れると中にチューブが入ってます、うん、チューブが地面とリム硬いものに挟まれて、うん、そこで穴が開いちゃうんです、うん、でさっき言ったようにタイヤそのものよりもチューブの方が繊細なので、うん、その繊細なものが硬いもの同士に挟まれて穴が開いてしまう、うん、これがリム打ちパンクなんですけども、じゃあチューブレスではどうなってるかっていうと間に挟まるチューブないんですよね。ですよね、はいはい、挟まるものがないので圧倒的にリム打ちパンクに強くなる、はい、っていうメリットがあります。まずトラブルへの対処が、まずタイヤの原理的に強いっていうのが大きなメリットです、うん、あともう一つ、まあ、こっちの方が重要な役割なんですけども、皆さんタイヤ選びっていうのをよくされると思うんですけども、
チューブも一緒にお選びになってますか。さあどうでしょうか、はい、よくねこう、はい、安いやつから、はい、まあ高いやつまでいろんなチューブあるけど、はい、結構適当に僕なんかはね、はい、やっちゃったりしますけど、はい、で実はねチューブって走りにすごく大きな影響を与えるんですよ。でチューブがいかに軽くしなやかに変形するかっていうことが転がりに大きな影響を与えてます。で極端に言えばチューブの質量がゼロになればそれが一番ベストの状態、うん、あれ？あれ？ないぞと、はい、チューブを完全になくしてしまって、まあ、元々あるタイヤにほぼ近いしなやかさのものだけで空気を保持できればまずチューブの肉厚がなくなった分だけ空気の量が増える、はい、そしてしなやかに変形することができるので転がり抵抗は軽くなる、うん、ということで転がりが軽く乗り味もよくできるというのがチューブレスの大きなメリットの一つです。ただしこれを作るためには、メーカー側の大きな工夫が必要になります。当然リムとタイヤがかっちり噛み合わなければいけないのでそこで隙間なくやらないと抜けちゃいます。空気が抜けてっちゃいます。でさらにね、かっちり噛み合ってるということはリムとタイヤの隙間をかなりカツカツに詰めないといけない、うん、でもカツカツに隙間を詰めちゃうと取り付けるときめちゃくちゃ大変ですよね。そうです、きつくなっちゃうとすごく付け外しがしづらい。結構チューブレス硬いっすもん。そうです、はい、でそれも作る側の工夫でなんとかフォローはできるんですけども逆に作る側が工夫してあげないといけない、うん、なのでこのチューブレスは技術力が必要だと、うん、なのでどちらかというと原始的なシステムを良しとする自転車にはなかなか普及してこなかったんですけども、うん、それを自転車界に投入したのがマビックですね、はい、で、まあ、今回ご紹介するのにあたって、まあ、マビックのチューブレスタイヤを今ここにご提示してますけどもロードチューブレスというのを再発明したマビックが、付け外しをしやすくするためにいろんな工夫をしました、うん、いろんな工夫をした結果クリンチャータイヤに準じるぐらい付け外しがしやすくてしかも付けた後がねチューブレスって大変なんですよ、はい、なかなかリムがタイヤを乗っけた状態で空気圧が上がった時に両脇にタイヤを加え込まなきゃいけない、うん、これも形状の工夫をすることによって大きくフォローされることによって装着がしやすく簡単にビードが上がるっていうシステムが世に生まれました。その名も UST 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 ドゥ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 ドチューブレスのタイヤをもう装着済みのホイール、これはやはりマビック編でご紹介したキシリムプロ UST なんですけども、さっき言ったリムとタイヤの隙間をかっちり詰めるとクリアランス隙間がなくなっちゃう、はい、で今までのチューブレスの特にロードバイクのタイヤってだいたいとにかく隙間をきつく詰めるということで空気が漏れないようにしてたんですよ、うん、でマビックは何をやってるかっていうとただ単にきつくするんじゃなくてまずリムとタイヤの寸法をなるべく精度を高くした、うん、これによってどんなタイヤでも隙間がスカスカになって空気がちゃんと上がれないということもなくカツカツすぎてタイヤの装着がしづらいということもなかなかないです。でもう一つはリムの中に工夫があるんですけども、はめたタイヤ、まあ、普通チューブがないタイヤの場合はリムが真ん中がくぼんでいてそこにタイヤがはまった後空気圧を上げることによってポコッと持ち上がってほしい、そういうのをうまくサポートする形状を中に用意した、まあ、この細かな形状を設計するのが非常に大変なんですけども、この2つが合わさることでチューブレスを非常に使いやすいものとしました。ちょっとねチャレンジしてみたいと思うんですけどできると思います。本来チューブレスってね、まあ、やったことある人は分かると思うんですけどめちゃくちゃはめるの大変なんですよ。でも、UST になることで、クリンチャーのように極論にはめられるんですよ、はいはい。とか言ってる間に簡単に外しちゃいました。したあのね、付け外しをしたことある人は分かると思うんですけども、チューブレスって、
こんな簡単じゃなかったんですよ。じゃあもう一回つけてみますけども、つけるときにね、リムの形、真ん中がちょっと加工されてます。真ん中がくぼんでいて、 その両脇はちょっと反復が高めに設定されていて、うん、さらにその両脇に最終的に上がったものが収まる空間が用意されています。で、止めてきます。まずね、この時点でなんかね、緩いんです。かつ簡単にはまっちゃう。チューブレスかなって思っちゃいますよね。はい、なんかこれ本当にチューブレスって感じで、ね、反対側もはめていきます。うわすげえあれあれって思います、ね、思っちゃいますよね。調子抜けするぐらい装着が簡単になってました。で、今まで正直、チューブレスってまあリムメーカーとタイヤメーカーがバラバラに、まあ、なんとなく規格に沿ってタイヤとチューブをそれぞれ、あ、タイヤとリムですね、それぞれ開発して、なんとなくまあこうはまってくれると嬉しいよねぐらいの感覚で作ってたんですけども、マビックはマビックのリムにマビックのタイヤを組み合わせています。で、それぞれが強調し合って非常に装着がしやすいように工夫された形になっているというのがまず大きなメリット。これはすごいと僕も思います。はい、でね、もうせっかくはまったところまで簡単にやってくれたら、はい、じゃあもう一つ、さっきのビードが上がんないよね、そうっていうことも、ね、これも昔チューブレス、特にロード用のチューブレスをはめたり外したりしたことがある人には分かると思うんですけども、空気入れてもね、なかなかね、上がってかないんですよ。そうなんですよね。隙間からシュー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 漏れていっちゃうんです。空気入れてきます。来た上がってます、上がってます。僕今空気、今このペースなんで割とゆっくり、そんなにね、まあ普通に空気入れてったらこのぐらいのペースになるかな。でもね、今もうポンポコ飛んじゃったんですけど、上がってます。これがね、普通こうはいかないんですよね。はい、もっと必死になってシコ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 、もうこのぐらいのペースやんないと上がんなかったり、ましてや、出先で携帯ポンプだとまともに上がらなかった。上がらないですよ。はい、もうこの作業が普通だったら終わる頃にはもう作業者は汗だくになっていて何か猛獣と戦った後のような状態になってたんですけども、はい、冷やす一つかかって、はい、装着が完了しちゃいます。これがマビックの UST の色。そうそう。でね、UST ですね。はい、UST。はい。ごめんなさい。ただ一つね、ちょっとからくりがあって、このリムの方はチューブレスなんですけども、うん、実はこのタイヤチューブレスそのものじゃないんですよ。で、さっき大きく3タイプ、そのチューブラー、クリンチャー、チューブレスっていうふうにご紹介したんですけども、タイヤの方には実は微妙に種類があります。はい、チューブレスとチューブレスレディです。レディ、はい、で、よくチューブレスレディっていう名前で売ってるホイールって何なのって言った時に、うん、正直ね、ホイール側の方は、各メーカー好き勝手にチューブレスレディっていう名前をつけて売ってるんですよ。はい、で、メーカーによってはその中に内側に穴を開けないリムっていうのを作れなかったりとか、まあ、それは技術的だったりパテントで抑えられたりとか、うん、いろんな理由があるんですけども、代わりにリムフラップ、内側に巻いている、まあ、樹脂製のテープみたいな、そうですね、あれを使ってチューブレス化を実現しているメーカーがあって、そのことをチューブレスレディって言っている場合もあります。で、マビックには実は両方あって、テープを貼る必要があるチューブレスと貼らなくていいチューブレスとあります。ただマビックでは、特にリム側にはそのチューブレスレディという言い方はしてないです。で、タイヤの側のチューブレスレディっていうのは一体何かというと、実は一旦この空気を入れた状態でタイヤがきちんと空気を保持してますけども、しばらくすると、ね、抜けてきちゃうんですよ。うん、はい、何かっていうと、タイヤの端から端まで空気が漏れないように保持する構造がこのタイヤには入ってないんです。うん、一部しか入ってない。じゃあどうするのかというと、バルブを外して中から液体を入れます。はい、シーラントっていうものですね。待ってました。はい、これもちょっと商品の付属品なんですけども、これ使い方のやつなんです。これがシーラントです。液体です。白い液体ですね。はい、実はこの液体の中に、いろんな成分が入ってるんですけども、まあ、空気を保持するための
材料がいろいろ入ってます。で同時にパンクした時に直すための材料っていうのを混ざってたりするんですけども、これを付属の注射器を使ってリムの中に流し入れる、でホイールをぐるーんと回してあげて中に液体を行き渡らせてあげる。そうするとタイヤの端から端までこの中にシーラントが行き渡ることによって、これが手助けしてあげることで初めてチューブレスとして機能するよっていうものです。じゃあこのタイヤとしては微妙な隙間があるんだけども、はい、そこの隙間をこのシーラントが埋めることによって、はい、空気が抜けないように抜けないような作りになる。つまりチューブレスになるということなんですね。はい、で、はい、ごめんなさい。ホイール側の方がチューブレスであれば、基本的にはだいたいクリーンあチューブレスでもチューブレスレディでも装着は可能です。ただし、リムによってこのシーラント、成分の違いがあるので相性がいい悪いってのがあったりします。なので基本的にはホイールを作っているホイールメーカーにどのシーラントだったら使ってもいいと確認してあげた方がいいですね。そうなんですね、はい、シーラントにも相性あるんだ、知らなかったです、はい、例えば少し前出していた、シマノのチューブレスホイール、はい、デュラエースグレードのホイールなんですけども、あれは、チューブレスレディに必要なシーラントを使わないでねっていうふうに言ってます。なので、シマノの一部ホイールではこのバルブコア先端部分が外れないんですよ。ここを外すことによってシーラントをすごく流し入れやすくするんですけども、ま、あのシマノのチューブレスホイールについてくるバルブにはコアが外れないようになっているものがある。それは遠回しにシーラント入れないでねっていうことですよね、っていうふうに言ってるんですよ。何が起きるかっていうとリムがガビガビに腐食しちゃう。なるほど、はい、っていうこともあったりするので、そこだけちょっとお手持ちのチューブレスホイールによって、まあ、どんなものが使えるかとか変わってまいりますのでご注意ください。でマイクはもうついてくるタイヤが初めからチューブレスレディでシーラントを入れる前提になっているので、まあ、付属のシーラントを入れてあげれば正しく機能します。一応他のメーカーから出ているチューブレス規格のタイヤも取り付けはできるようになっています。でちょっと組み合わせがセンサー万別なので、この動画で全ての組み合わせをご紹介することはできないんですけども、ちょっとそのことだけ頭の片隅に入れていただければ快適なチューブレスライフをお送りいただけるんじゃないかなと思います。いやー、いいですね。わー、素晴らしい。そしたら基本的にはホイールを購入、お店で購入、はい、買うとしたら、はい、まあ、シーラントっていうのはお店で多分、まあ、多分ワイズロードさんでは基本的には入れるでもらえるっていう感じなんですかね。はい、特にマリックの場合は初めから中に入れるためのシーラント、うん、そしてシーラントを入れるための注射器、うん、インジェクター、うん、これがセットになっています、はい、なので、お買い求めいただいた時にもうこのチューブレスタイヤでお使いになりますか、うん、と、まあ、お伺いしておりますので、それでもうこのタイヤでいいということであればシーラントは流し入れてから商品をお渡していますが、またご自身で入れたいという方もいらっしゃると思いますし、はい、中にはまあホイール単品でお渡しするようなショップがあるかもしれません、うん、まあ、その時にはご自身で取り付け作業をやっていただく必要がありますね、うん、それって、はい、やってなんか試しにこうシーラントを入れてもらうみたいなことで入ってたりするんですか。はい、では早速やってみましょうか。いやー、今回何の回だっけって思っちゃうぐらいかなりボリュームのある回でしたけども、はい、まあ一応まとめますと、はい、まずもしかしたらねバラバラになるかもしれませんけどね、一応クリンチャーチューブラーチューブレス、はい、またチューブレスレディの話をちょっとお話しいただきました。はい、まあ、あと、シーラントの、ね、入れ方もちょっとやっていただきましたけども、今回の動画は以上でございます。初めて僕こんなに喋れなかったのもずっとね隅の方にいたんですけども、石田さんにね全部やっていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。非常に分かりやすかったし僕もすごい勉強になりました、はい、もしもね今回の動画すごい勉強になったと思った方ぜひグッドボタン押して、応援してください。ぜひねこのお店カスタム館もね、遊びに来て、ぜひね聞きたいことあったらぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。はい、皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。それではまたね次回の動画を楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに。
次回の動画もお楽しみに。それではさようなら。俺は